げー好きでいるだけで可愛いって思えるなら私だってよかったじゃん。なんて言葉は結局一度も伝えられないまま、私の密かな恋心は泡となって消えたのだった。私の人生なんだかいつもこんなのばっか。ちょっといいなって思った相手は結局私を選ばない。成績もスポーツもそこそこ、普通、特別じゃない。人生って不公平だ。なるほど。なんかすみません。なるほど。すみません。いい感じに迷ってますね。すみません。いいんですよ、迷ってるということは諦めていないということなんだから。え、そういう悩みに寄り添うために私たちがいるんです。来てくれてありがとう。はじめまして、三枝俊彦と言います。ともみの父です。母の幸です。俊彦くん、よろしくね。あ、はい、よろしくお願いします。どこの馬の骨ともわからんやつに娘はやれん。え、はい。お父さん、何言ってるの。え、今日はただ私が俊彦くんを紹介したくて連れてきただけなのよ。もう恥ずかしいじゃない。あなた、すまん。あのお父さん、君にお父さんと呼ばれる筋合いはない。あなた、お父さん、そんなにいっぱい持ってったら危ないよ。さあ俊彦くん、我が家の自慢の料理だ。食べたかったら智美のことをどれだけ大切に思っているか私を納得させてみなさい。あなた、いい加減にしなさい。ごめん。